皆さんどうもこんにちは、チャンヘイです。ダイエットを始めて、今ちょうど3ヶ月ぐらい経つんですけど、現在 93.5kg から始めて、で現在 83.0kg、 10.5kg の減量に成功したんですけど、まあ自分今までチートデイっていうものを入れてなくて、たまにね寿司とか食べに行ったんですけど、今日はねもうちょっとストレスが溜まっていて、もう好きなもん食べちゃおうということで、コンビニ行って超高カロリーなものを買ってきました。それをね紹介したいと思います。こちらですね、もうチートデイでも何でもありません、ただのわがままデイです。豚ラーメン、バッシュワシの麺、煮豚、野菜、背脂、ニンニク、あとはカレーパンです。これめっちゃ食いたかった。揚げ物2つ、カレーパンと俺の大好きな唐揚げ棒、それからね脂質たっぷりのマリトッツォですね。これマリトッツォ爆食していきたいと思います。はい、ということで食べていきたいと思います。やばい、こんなに脂っこいもん食っていいのかっていうところなんだけど、本当はダメです。だけども今日はしょうがない、食うしかないでしょ。唐揚げいきます。うぅ、うまい、本当にうまい、これやばいよ。言葉いるか。でこれですよ、揚げたてのカレーパン。カレー久々に食ったバーモンドカレーとか脂質入ってるんで、普段めったに食べないです。カレーライスを食べたいんですよ、もう今。なんで買ってこなかったの。うまい。で、これですよ、二郎系ラーメン。なんと、これやばいよ、これ。ちゃんと背脂が乗ってます。まずは野菜からね。シャクシャクしてる、油乗っけてる。うまっ。わしわしの麺、なんか急に不安になってきちゃった。こんな食べていいのかな。まあでもちょっとねモチベーション下がってきたんで、一回ここで脂っこいも食って気合い入れます。うまっ。からの、そもそも揚げ物がやばいね。うまいもんってなんでこんなにさ太るんだろうね。油が浮いてきてる。でこのチャーシュー、間違いない。てかそもそもコンビニでラーメンを食べるのが久々なんだけど、ここまでレベルが上がってるとは思わなかったな。10キロ痩せての体の変化があったんですけど、10キロ痩せると腰痛が治りました。で、あとお腹いっぱいになるのが早くなった、胃が小さくなった気がしますね。で、ニンニクですね。こちらをこの二郎系ラーメンに、またジャンキーな味に変わりましたよ。早くダイエット終わんないかな。もっと食べたい。うまっ。ずっとうまい。カレーパンも唐揚げもラーメンも完食しました。久々に脂っこいもん食うと、もうなんか胃が驚いてるのがわかるな、これ。この脂食っての満腹感は、なんか違いますね。語彙力はもうなくなってきた。食後のデザート。マリトッツォ。これ気になってたんだよな。すんげー生クリームの量。脂質が 22.3。俺は 1.0 とかを気にするぐらいのタイプなのに。いきます。マリトッツォ。
うん、チーズの味がする。うわ、オレンジのなんかグミみたいなのが入ってます。うん、うま、甘っ、むげ、中にいちごクリーム、いちごジャムみたいなのができました。うまっ。幸せだ。血糖値の上昇が分かりますね。もう何もしたくないこれ。みんなもね、逆にこうやってたまに食う方が最高に幸せに感じれるかもしれないんで、やってみるのもありかと思います。ということで、爆食したんで今後もダイエット頑張っていきたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。また会いましょう。 See you next time.